はい、ということで、はい、どうも皆さん、こんにちは、野永井です。いやー、前回なんだっけ、そう、遊園地、俺バカになってんだ、もう。ほんと、30秒前にやってたのに。ということで、前回の、遊園地いかがだったでしょうか。今回、じゃあリクエストということで、学校に柔道場と剣道場を作ろうということでやってまいりまーす。つうことで、ちょっとね、HUDをつけまして、一応手もつけておきまして、じゃあやってまいりましょう。はい。じゃあ学校に向かおう。いや、学校ね、結構ね、私のこの国で一番の力作だから、っていうね、教育に一番力を入れるって素晴らしい国だよね。目先の投資じゃないもんね。はい。つうことで、この国立高校だよね。国立高校ってすごいよね。偏差値いくつ？まあ、通って、こちらにまずね、作るんですが、ここをちょっと開墾しようかな。つうことで、ちょっと開墾いたしましょう。よし。桜は木を切る。へいへいほー。まだそっからだ。まあね、木ってのは基本的に、ここを、潰せば、はい、枯れ果てるんで、こうすることでね、木がね、だんだんね、消えてくんですよね、これ。よーく見てるってと。ですね、木っていうのは基本的にこう、幹の部分を外すと消えてくんですよ。つうことで、こうやって、幹をね、こう潰していきますね。ダイナマイトとか使う、TNT か、使うってと、あれは、周りも巻き込んでしまいますから、ちょっとあまりよろしくないんじゃないかなと、私は思う。ほら、このように木が一瞬にして消えないな。一瞬にして、もうちょっと一瞬にして、パーッと消えてほしいんだ。パーッとさ、ほら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 、この辺なんてもう消えてる。このベンチいらねえな、もう、この無意味な共同体の生成装置。ここの無意味な共同体の生成装置はいらないな。うん、オッケー、いらない。ちょっとね、うっそうとしすぎてだな、本当にこれだけが大変だな、ぶっちゃけさ、こういうの作るのってさ、あんましさ、苦になんないわけよ、私としては。しかも柔道場、剣道場だけだから、そんなに大きな建物は必要ないと。だからそんなに苦にならないはずなんだけど、この、整地がめんどくさいな。結局僕ちゃんってあれなのよね、計画通りに行かないのよね。もうこうなっちゃうのよね、本当に。結局僕ちゃんこうなっちゃうのよ。もうね、思ったよりもね、この葉っぱが消えないのよね、本当に。困っちゃうわね。もう消え去れこの野郎。消し飛び、あー、こうなっちゃうのよね。本当に。整地がめんどくさいのよ、これ。もう、てっぺんからいたしましょう。てっぺんからいたしましょう。そしたらてっぺんかけたかになるからね。あー、周りの木も巻き込んでしまいましたな。これはな。じゃあ、ここも消してしまおう。よし！できましたね。開けた空間ができましたね、ここに。よーし。じゃあ、ここに作ってまいりましょう。で、私が考えてるのはですね、私が通ってた中学校にあったのが、そういう形だったんですが、1階が柔道場で、2階が剣道場となっている、そういった建物が別棟で建てたんですよ。ということで、それをイメージしていきましょう。ただ、畳という再現ができないので、まあ、昨今のスポーツ畳ですね。そういったものを想定しまして、黄緑色のウールと赤のウール、この二つを使って作ります。で、どうだろうか。まあ、実寸で、これで一畳なんだよね。これで一畳と考えて、で、2ブロック作ります。まず柔道場は。つうことで、ちょっとね、どんな感じの組み合わせだったかちょっと忘れたんで、ちょっと調べてまいります。カット。カットっつうか、もうカット前提でこれやってっけどな。はい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 、調べてまいりました。
ですね、まず赤線のですね、大きさが、どうだろう、いっぱいいっぱい使いたいから、この辺からでいいかな。1,2,3,4,5,6,7,8 と。で、1,2,3,4,5,6,7 で、ちょうどね、この大きさが、柔道場一面の広さとなっております。で、周辺に2周ぐらいかな。確かにな、中学の時こんぐらいの大きさだったかな。ちょっと、あれで見てみるか。今日等身大で。こうして、こんなだったかな。もうちょっと広かったイメージあったけどな。あれ中学生だったからかな。あのね、柔道部のやつと喧嘩したことあってさ、そう、なんかひょんなことから、なんかあいつムカつくなーってなって、ちょっと喧嘩になっちゃって。そしたらさ、相手がさ、なんつんだろう、懐とさ、袖下をこう掴むなんか、ね、取り組みの格好をしだしたんだよね。なんだろうなーって、こいつ俺を投げる気なのかなーって思ったから、思いくそそいつの顔面に頭突きかましたら、そいつがちょっとなんか案外すごい声で泣き出しちゃって結構怒られたんだよね。今ではいい思い出です。そいつにとってどうだかわかんないけど。で、壁はね、これか。でもね、縦がいいよね。この縦でこの2段縦で、こう、二段出てる感じじゃないかな、私のイメージでは。私のイメージでは、ここ縦二段、こう出てるわけよ。壁が。で、上側が、なんか白目の、まあ、石英でいいか。白で、こう、バーっと塗ってある。うん。ちょ、天井は高めにしておこうかな。うん、5段ぐらい。こういうイメージない？うん。こういう感じだよね、柔道場とか剣道場って。畳の目はいくつあるのかな？畳の目はいくつあるのかな？大体でいいから正確に教えてください。おつけよこたわる、そんな畳の地平線。畳の目はいくつあるのかな？畳の目はいくつあるのかな？畳の隅に誇り一つ口笛で。うん、こんなもんでしょうよ。うん、ここにさ、なんか心技体みたいなのが書いてあってさ、でここになんかね、我が柔道部の規則とかさ、そういうなんかあったんだよな。なんかあった。うん、あったあ、そしたらこれバランス的にこっちだな。でね、これね、色的に気に入るのなかったから粉なんだよね、これ。コンクリートの粉。うん。まあ、こんな感じでしょう。で、ちょっとね、考えたんが、これはまだ使わなくていいや。だいたいこの辺とかさ、通気口あるよね。通気口というか、ちっこい窓？あと、ここに、こんぐらいかな。うん、だから左右対称でここか、こうだな。で、あとここにも一個ずつつけとくか。よいしょ。
オッケーオッケーオッケー。こんなもんかな。うん。オッケー。まあね、外壁はもう一枚貼るんで、こんなもんでいいでしょう。じゃあ、弓道場は完成です。剣道場は柔道場の真上に作るから、ここでいいとして、床材なんですが、あ、間違えた。どうだろう。これだってやっぱこっち向きになっちゃうんだよね。したら、こっちだよね。フローリングというか、板張りはさ、こう向きに伸びててほしいわけよ。でもそしたらさ、壁と同色になっちゃうんだけど、いいかな。まあ、いっか。こういうところに文武両道とかさ、全国制覇とかね、そういうの書くんだろうね。いや別にバカにしてるわけじゃないですからね。素敵だと思いますよ、そういうのも。うん。決して果たされないことのない約束みたいなのが、なんか素敵じゃないですか。めっちゃディスる。つうことでこうやってね、敵を増やしてくんだ、私は。剣道場は何があるかわからんちゅうことですので、なんか防具でも置いとくか。やべえ。そうか、このスキンだと、鎧まともなのがねえや。うん、ちょっとこれ却下だな。却下せざるを得ないな。うん、こんなところになんかこういうの置いてあっても意味わかんねえもんな。ちょ、却下却下却下。やっぱり柔道場よりもさ、剣道場って馴染みがないから、イメージ湧かないけど、こんな感じでいいのかな。はいはい、わかりましたよ。神棚みたいなのがあるんですね。ただ神棚を置く方角とかって私全然詳しくないんで、とりあえずめんどくせえんで、あ、ダメだ、もうこれ、別に剣道の人バカにしてるわけじゃないから大丈夫ですよ、これ。うん。全然わかんない。冒涜とかそういうそこまで深い考えは全くないですから。うん。冒涜が深い考えなのかわかんねえけど。とりあえず、これとこれでいいかな。うん。なんか、素敵なお家の暖炉みたいになってた。うん。なんとなくクリスタルな感じで、神聖な感はあるよね、これ。こんな精神でいいのか。うん。いいでしょう。これだよ、これ。なんか、おごそかで、ね、神聖っぽいぞってのはわかるもんね、これ、見たら。うん。うん。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。うん。で、これ何ですかって、ちょっと、私わかんないんです。剣道部だけどわかりませんって言われたら、これ耐震補強ですって答えときゃいいんだから。うん。大丈夫、これ神聖っぽいし、うん。オッケーオッケー。こういう剣道場。なんか違うな。まあいいや。人よ人より瞳が。よーし。そしたら、今度外壁なんですが、そうですね、ここの、こっからぐるーっと回って、で、ここまでが、ちょっと、外見えたらかっこ悪いんで、外壁で覆いましょう。すげーめんどくせえ作業だけど。まあ、まず、上に一本こう引いて、で、これがクライマックスの作業ですからね。よし。嫌が多でもテンション上げていこうぜって言いたいんだが、まあ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 、大体の場合カットになるんだよね、こういうのって。よいしょ。まあ、
やっていきましょうか。ポン、あら、ほい、これで完成だ。はい、完成いたしました。新たなる、獣剣道場。すげえ遊び心が全くないなこれ外側やばいな、実質豪剣すぎないか。なんだこのダサい建物ちょっと全然遊びがなくなっちゃったな。ちょっとあれしよう、ちょっと遊びつけよう。ここにあれしよう、パーってやってね。そう、本館と同じように窓の周りだけちょっとこれつけとこう。ほい、今度こそ完成だろう。ちょっと遊びを出して、うん、まあ相変わらずこっち側結構のっぺりしちゃってるけど、のっぺりしちゃってるから無意味にちょっとつけるか。ここピーと伸ばして、ピーと出して、OK。これで、ちょっと遊びができただろう。ここだよなぁ。ここもちょっと、適当にバーってやっちゃおう。パーやって。ここで上にビーと置いといて。OK！ なんとなくかっこいい。オッケーオッケーオッケー。で、こっちもぐるーっと行ったら、あっちの校舎と同じテイストのラインを入れといて、うん。裏も、うわ、裏やってなかった。裏やって。よいしょー。この縦線何の意味があるんだろう。もう、ずーっとさ、あっちの校舎の時からそうだけど、何の意味あったんだろうな、結局。よし。じゃあ、中入ってみましょうかね。はい。ちょっとここのベンチ邪魔だな、この無意味な共同体の生成装置。すげえ邪魔くせえ。お前は邪魔だ。よし。で、入りますってと、まず、手前側に、トイレですね。まあ、天井低っ男子トイレ。で、こっちが、女子トイレ。柔道女子ってさ、結局、ああなるよね。まあ、どうなるのかはあんまし言わないけど。で、こっち開けるってと、はい、柔道場。これ結構、クオリティ高いな、私の中では。もう、この真緑の床に赤い四角書いただけだけど。結構、うん、クオリティ高いよね。高いよね、ってなんだこれ。で、奥行くと、更衣室、男女兼用。うん、まあいいや。で、上行くってと、はい、またこっちにトイレがあって、ここ剣道場、なんとなく神聖はい、こんな感じですよね。わかったわかったわかった、思い出した、棚があった、棚があったわ、棚があったから、ちょっとそれを作ろう今から。よいしょ。もう、そうそうそう。棚があったんだ。棚中だった。棚中だった。そうそう。OK、OK。なんか、スワーって音するんだけど。何の音だろう。え？なに、神様パワー来てんのかな？スワーって音しない？風が流れるような。あ、雨降ってんのか。なんだ、びっくりしたわ。スワーって音がずーっとしてるからさ、何かと思ったわ。はい、つうことでこれ棚ね。いかついな、なんかこの一角、この一角やたらいかついぞ。もうこっちも棚にしよう。そしたら OK。すげえ、えれいかつくなってっけど。まあいいや。はい。これが剣道場。うん。
で相変わらずこっちはまあ更衣室男女兼用。剣道部の女子ってさ、なんかそうなるよね結局。まあ柔道部ほどじゃないですけど、いや違う違う、柔道部が悪いっつってんじゃないの。うん、じゃあ何が悪いんだって。いや別に何も悪くない。うん、これ以上言ったらまずいからいいや。はい、つうことで、柔道場そして剣道場を作りました今回。まあちょっと新しい試みで作るところを取ってるっていう。そしたらちょっとあのハードの容量が結構厳しいんで、次回からちょっとやんないとは思うんですが、はい、まあ学校エクステンションということで、今回これで終了いたします。またリクエストありましたら作りますんで、はい、多分できることならできるものであれば私は作りますんで、よろしくお願いします。ということで次回もまた、新しい世界で会いましょう。さよならさよならさよなら、バイチャ。